赤いキリストとも言われ、伝説のベールに包まれている革命家チェ・ゲバラ。映画がついに描き出したその真実とは。チェ2部作連続公開記念スペシャル、20世紀最大のカリスマチェ・ゲバラの全て。カリブ海に浮かぶ国キューバ。明るく音楽好きな国民が暮らすこの常夏の国は観光地としても知られている。キューバ革命の英雄としてチェの愛称で親しまれるゲバラ。しかし実はチェとはゲバラの本名ではないことをご存知だろうか。その誕生の秘密とは。実はゲバラはキューバ人ではない。本名はエルネスト・ゲバラというアルゼンチン人なのだ。外国人にもかかわらずキューバ革命に命を懸けたゲバラ。そこにチェと呼ばれる秘密があった。カストロに誘われキューバ反乱軍に身を投じたゲバラ。しかし、よそ者意識が拭えないゲバラにカストロは、Todavía tienes ese complejo de extranjero, te lo tienes que quitar ya. Tú te entrenaste con nosotros. Viniste en el barco con nosotros. Has sido herido combatiendo con nosotros. Tú eres tan cubano y tan revolucionario como todos los que estamos aquí. ¡Agáchate, coño! ¡Yo tengo un santo que me protege de todo! 戦いの中でキューバ人たちの信頼を勝ち得ていったゲバラ。そして反乱軍の兵士たちは、ゲバラの口癖であるチェの言葉を親しみを込めて彼のあだ名として呼ぶようになったのである。チェとはアルゼンチンの方言でねえという呼びかけの意味。かくして伝説の革命家チェ・ゲバラは誕生した。民衆を愛し、チェというあだ名で民衆からも愛されたゲバラはこんな言葉を残している。愛のない本物の革命家なんて考えられない。1959年キューバ革命に成功、一躍世界の注目を浴びるようになったチェ・ゲバラ。だがキューバ人ですら彼についてアルゼンチン生まれの軍医という以外何も知らなかった。謎のベールに包まれたチェ・ゲバラの半生とは。軍医として反乱軍に参加したゲバラは、農民や負傷兵に対して献身的に治療を施し、女性や子供に深い愛情を持って接したという。一方でゲリラ戦の最中にも毎日のように日記をつけ本を読み、ゲリラとなった民衆兵に読み書きを教えるゲバラ。そんな彼の半生とは一体どんなものだったのだろうか。ゲバラは1928年6月14日南米アルゼンチンで生まれた。本名はエルネスト。大地主の跡取り娘で進歩的な母と、祖父から莫大な資産を受け継いだ父の間で何不自由なく育ったゲバラ。平穏で満ち足りた少年時代。しかしその時ゲバラに取り付いたのが喘息だった。3歳の時冷たいプールで発作が始まった喘息は、生涯彼を苦しめ医師の道を志すきっかけともなった。だが野山を転戦するゲリラ戦では喘息の発作はゲバラの足かせとなった。
極限状態での発作、命さえ奪いかねない喘息の苦しみの中、ゲバラを支えたのは革命へのひたむきな思いだった。宿命ともいえる使命は、恐怖から私を解放する。ここに一枚の写真がある。一人の日本人カメラマンが撮影したもので、生前のゲバラとその盟友にしてキューバの指導者フィデル・カストロが向かい合っている貴重なショットである。チェ・ゲバラとフィデル・カストロ、革命家ゲバラの誕生はこのカストロ抜きには語れない。1952年、キューバで軍事クーデターが発生。アメリカの後押しを受けた軍人のバティスタが政権を握った。その3年後の1955年7月、27歳のゲバラは旅の途中に立ち寄ったメキシコシティで一人の男に出会う。それこそ祖国キューバの革命に燃えるカストロだった。Este es Ernesto. ¿El doctor argentino? Sí, placer. El 20% de los cubanos vive permanentemente en paro. Mientras los esbirros de la dictadura asesinan a quien se atreve a protestar, los funcionarios públicos, los más corruptos, le roban al pueblo... Guevara に対し、アメリカの搾取を激しい怒りとともに訴えたカストロ。確かに、その頃のキューバは目を覆いたくなるひどい状況だった。街は娼婦や麻薬、ギャンブルであふれかえり、アメリカ人のための歓楽街と化していた。一方で街の外にはスラム街が広がり、飢えと貧困に苦しみ、人間らしい暮らしを奪われた人々が増え続けていたのである。カストロの怒りはゲバラの心にも火をつけた。実はカストロに出会う3年前、オートバイで南米大陸縦断の旅に出たゲバラは、各地でアメリカに搾取される労働者たち、そして貧困に苦しむ子供たちの姿を目に焼き付けていたのだ。カストロとの運命的な出会いをゲバラはこう振り返っている。カストロとの出会いは事件だった。革命の時だ。我々の思いは一つ。彼のためなら命も捨てる。熱い思いを胸に、ゲバラはカストロらキューバ人革命家たちと共に船でキューバに渡った。ゲバラを待っていたのは山中での激しいゲリラ戦。その中でゲバラは軍医としてだけでなく、冷静な判断力と状況分析能力で頭角を現し、次第に反乱軍の中心人物になっていく。ついにカストロから反乱軍ナンバー2の座に任命されるまでになったゲバラは、バティスタ政権打倒の先頭に立ち続けた。そんな中、ゲバラは一人の女性と出会う。情熱的な活動家アレイダ、後にゲバラの妻となり4人の子供を設けることになる。戦いの舞台はついにキューバの大都市サンタクララへ。政府軍と革命軍の間で激しい戦闘が繰り広げられた。戦いの最前線で指揮を取り続けたゲバラ、反乱軍は徐々に政府軍を追い詰めていった。そして、結局軍事政権のトップバティスタがドミニカ共和国へと亡命。
反乱軍は勝利する。Oiga, comandante, ¿cree que puedo volver a mi casa para ver a la familia? Pero si ya ganamos la revolución, apenas ganamos la guerra, la revolución comienza ahora. ゲバラが発し続けた熱、本気で世界を変えようとする一人の男の思いが人々をまとめ上げ、アメリカを追い出したのだ。ゲバラとカストロが向き合ったあの写真は革命直後に撮影されたもの。30歳にしてゲバラは生きる伝説となった。革命後の1964年12月9日ゲバラはキューバの大使として国連総会に出席。それは世界が伝説の男を目撃した瞬間となった。La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo.Todo esto, señores delegados, esta disposición nueva de un continente de América, está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman. Esa proclama es patria o muerte. 生きるカリスマ、チェ・ゲバラは、この歴史的スピーチを残して、翌1965年、突然、表舞台から姿を消した。ゲバラが選び取った運命、それは弱者を救う戦い、新たな革命だった。ゲバラを新たな戦いに突き動かしたエネルギー、それは一体何だったのか。ゲバラは言う。どんな理由であっても革命家としての任務を最後まで全うできないならば、僕は革命家であることをやめる。